すみません。武術書から木人まで、武術のことならお任せくだされ。ありがとうございます。何かお買い上げかな。時間があるならゆっくり見てってくれよ。ありがとう。また来てくれよな。
どうぞゆっくり見てっとくれ。気に入ったかい？何かよ。うちは質屋だけど、売るなら見せな。セットで揃ってる品を持ってんなら、うちの品物と交換もできるぜ。交換するかい？ああ、悪くない取引だな。交換するものが揃ったらまたいつでも来なよ。すいません。よう、いらっしゃい。いい技書が入ってるぞ。ありがとう。
金持ち。あの夫婦を当たってみるか。留守か。フロントに行き先を聞いてみよう。すみません。なんだい。207にいた夫婦はどこに行ったか知りませんか。お部屋が気に食わないとか言ってスイートルームに移ったわよ。金持ちだと思ってわがままばっかり言うから少しふっかけてやったわよ。スイートルームは203よ。すみません。なんだ、あんたか。ちょっと聞きたいんですが。何をだね。あなたは満金堂のVIP会員ですか。満金堂？そうだが。俺に紹介状を書いてもらえませんか。はあ？愛しのスイカちゃんとこれからラブラブって時にめんどくさいこと言うんじゃないよねえ、スイカちゃん。あんた何言ってんの。え、この人は私のバッグをひったくりから取り返してくれた人よ。話を聞いてあげなさい。はい、はいはい、紹介状、紹介状でしたね。ところで何の紹介状でしょう。満金堂のVIP会員の紹介状なんですけど。お安いご用で。ちょっと待っててくださる？ああさ、持っていきたまえ。ありがとうございます。Thank you.
お年玉か。あんたが遊んでってくれると私助かるんだけどな。どの台にする？ピンクのパンダ。スマートボールの女の子が欲しがってたぬいぐるみだ。お店じゃ買えないって、お年玉の景品だったのか。よし。スマートボールの女の子が欲しがってたぬいぐるみだ。あの子に届けてやるか。うまい。もっとやるでしょ。また今度にします。うん、待ってるね。お年玉か。旅の思い出に一勝負やってかない？どの台にするんだい？もう一回やるよね。どの台にするんだい？諦めたらそこで終わりだよ。もう一回やるんだろ。どの台にするんだい？勝負は時の運。また次があるって。もう一回やるんだろ。どの台にするんだい？諦めたらそこで終わりだよ。もう一回やるんだろ。どの台にするんだい？
景品交換ですか？こちらで木札と交換しますよ。いろいろ揃えてますから、ゆっくり選んでってくださいね。ご希望に添えず申し訳ありません。どういうことだ？そうなのか。しっかり食べておかないと力が出ないな。
特製さん。おお、いいとこ来たな。ちょいとバイトしていかねえか。やらせてください。こりゃ助かるぜ。早速始めてもらおうか。そこにある荷物をこのフォークで船に運んでくれ。地図はこれだ。じゃ、よろしくね。
今日はここまでか。やるねねえか。うちの旗場は厄介なのにノルマも達成して大したもんだ。今回は特別に色つけとくぜ。ありがとうございます。また来てくれよな。ではまた。遅くなったな。旅社に帰るか。シェンファリョ、満金堂のVIP会員の紹介状をもらった。会員が見つかったのね。ああ、旅社に泊まっているあの夫婦だった。ああ、でも紹介状を書いてくれたの？ああ、